鏡座男よ双子でよ、どうも双子ボーカルニートチャルのあやです。はい、ということでですね、最近この人差し指がずっとしびれてるんです。原因が不明なんです。ということで、そろそろね、なんか病気だったらどうしようみたいな思ったんで、今日は病院に行っていきたいと思います。診断結果は後ほど。Let's go。 なんとですね、こういう診断結果でした。こちらが左の手、人差し指の骨の写真ですけれども、はい、特に異常はないみたいですね、はい、これは神経の一時的な、はい、症状、神経知覚過敏みたいな、末梢神経って言って、はい、首から、はい、脊髄神経を枝を出してずっと腕の方にずっと伸びる、はい、で頭骨神経っていう名前の、はい、決められた神経が通ってるんですね。原因として考えられるのは、例えばですね、腕枕でちょっとこうやって寝てたとか、うん、あとテーブルでたまたまなんかこんな風にこうちょうど圧迫してた、5分間ぐらいこうずっと圧迫しちゃってたとか、うん、そういうので結構なるんですよ。ただ一時的にですよ。一時的にといっても1週間で治る人もいるし、 2,3 ヶ月だらだらだんだん治っていくという人もいる。神経の回復を促すためにビタミン B12 の薬が神経の回復を促しますので、はい、しばらくこの処方を取れるまでは飲んでいただいて、はい、まあ、あとはもう自己回復力で自然に治っていくとは思うんですけどね、早く良くなるように、はい、薬をじゃあ2週間出してみるので、はい、また経過を教えてもらっていいですか。あ、わかりました。ありがとうございます、はい、チャル。はい、ということで見ていただいた通りね、特に異常はなし。いや、異常はあるんだけど、サラサラ、まあ1週間2週間からまあ1ヶ月ぐらいで治るよって、自然に治るよみたいな感じでした。よかったよかったよ。それでなんか変なっていうか、なんかよくわかんないビタミン剤もらったんで、これを飲んで治したいと思います。ツイッターとかでね、しびれたって病院行きなさいって言われたりとかね、なんか心配してくれた人いたんですけど、ご心配おかけしたすいませんでした。サラサラ、まあね、大事には至らなかったんで良かったです。ということで、双子ボーカルユニットチャルのあやでした。さらば。